はい、皆さん、僕は岐阜の小道です。今日はですね、富士橋キャンピングベースに来てるんですけども、天気が良くてですね、非常に気持ちがいいですね。今日は、デイキャンということで、日のあるうちにね、美味しいもの食べて、日が落ちる頃にはもう帰ろうかなという、そんな感じなんですけども、今日のお昼ご飯はですね、冷やし中華ですね。冷やし中華始めましたということで、ちょっと見てほしいんですけども、まあ、冷やし中華っていうとね、いろんなメーカーから出てると思うんですが、まあ、冷やしラーメンだったりね、いろんなのがある中で、揖保乃糸の冷やし中華、ご存知ですかね。なかなか見ないでしょ、この黄色い揖保乃糸。まあ、文字通りね、揖保乃糸の冷やし中華ということで、こんな感じでですね、12食入りで売ってるんですよ。1束1人前みたいなね、こんな感じですよね。タレは中華醤、まあ、醤油ベースのね、タレですね。と、ごまだれですね。の2種類があって、まあ、1人前ずつ選べるという感じみたいですね。僕そうめんは揖保乃糸がね、一番美味しいと思ってるので、その揖保乃糸が出してる冷やし中華の麺、めっちゃ気になる。というわけで、揖保乃糸の冷やし中華作っていきましょう。じゃあまずは具の準備だね。卵を作っていくか。よし、まずは錦糸卵だね。卵2個でいいかな。よいしょ。おお、風が強い。よいしょよしょ。よし、ある程度やったら火をつけよう。うん、ある程度温まったら、いってらっしゃい。でもちょっと真ん中だけが火力強いな。まんべんなく火が通ってほしい。ちょっと弱めるか。やっぱちょっと家のフライパンでやるよりは難しいね。どうよ。端っこが心配だな。あ、でもいけてそう。止めて。うん。あ、オッケーオッケー。よいしょ。おっと。ちょっとまあ分厚いけど、まあご愛嬌という感じで、はい、1枚目。よいしょ。ちょっと2枚目いきましょうか。うん、今度はだいぶ薄めにいけましたね。あとはね、焦がさないようにしっかり焼いて、あ、いい感じいい感じ。え、めっちゃいい感じじゃん。お、いけるいけるいける。2枚目は薄い。で、一旦バーナーは OK かな。したら具材を切っていこう。しっかり手をね、消毒しまして、ちょっとなんか水気だけ取っておきましょうか。よし、じゃあちょっと薄めに薄めに。 OK。 次卵ね。よいしょ。ああ、やっぱ1個目はちょっと焦げてましたね。巻いて巻いて。錦糸卵こそやっぱ細く細くだよね。ああ、いい感じいい感じ。めっちゃいい感じじゃん。片面焼きじゃなくって両面焼いた方が良かったかな。あ、こっちの方がやっぱ綺麗。かいわれかいわれさん。えいや。まあ、あとはね、トマトかな。じゃあ具材の準備ができたんで、麺を茹でていきましょう。水汲んできます。よし、沸騰を待ちましょうか。さあどうでしょうか。おお、ぼちぼちですね。ちなみに今日は2玉ね、いこうかと思います。良さそうな気がする。揖保乃糸の冷やし中華麺、いってらっしゃい。鍋が小さかったかな。よいしょ。あ、でもいける。オッケー。これで、3分茹でます。いいね。よし、あと30秒。だいぶなんか麺がもっちりしてきた気がしますね。よし、 OK。 止めて、バッチリ氷もあるんで水切っていきます。氷水でバッチリ締めております。キンキンに冷やしてきました。盛り付けですね。半分ぐらいで結構量あるな。手でやった方が早い。続いて卵。貝割れでプチトマト2個ぐらいのせとくか。完成。なぜ2人前作ったかと言いますと、タレが2種類あったんで両方とも楽しみたいなということで、まずは中華ちゃんレモン果汁入りらしいですね。冷やし中華の甘酸っぱい感じの匂いがします。かけます。ダバダー。結構量あるね。それでは乾杯。今日はシンプルにお茶です。日差しが強い。今日はね、暑い日です。まずはね、麺そのものを食べてみたい。しっかりスープと絡めていただきます。揖保乃糸っぽさあるわ。いわゆるとラーメンみたいな中華麺とそうめんの中間ぐらいの感じ。なるほどね。この組み合わせは新しいですね。具との相性もバッチリですね。なんとなくその揖保乃糸独特の風味というか、昨日の夜ね、そうめんの揖保乃糸食べたんですけど、それに何か近い風味がする気がする。あとは麺が細くてチュルチュルって入ってくね。間違いなく普通の冷やし中華ではないっすわ。食感というか、その麺の弾力はしっかりある。これはね、ちょっとこの夏お気に入りですね。これはね、2人前作って正解でしたわ。1人前ペロリです。うまいな。ごまだれ参ります。よいしょ。冷やし中華ね、ごまだれで食べるのもね、割と好きなんですよ。どっちかっていうとさっきのね、あっち系のやつがね、好きなんですけど、3回に1回はごまだれで食べたいっていうね、そんな感じですかね。いただきます。ちゃんと濃いめのごまだれですわ。しっかり味濃い感じ。うまっ。いいな、この貝割れ大根の苦みというか辛みというか。僕きゅうりが苦手なんで、冷やし中華にはきゅうりよりも貝割れ派なんですよ。焼けそう。今日ただいまの気温26度ですね。直接日を浴びてるからもっと高く感じる。いやでもそんなことないか。夏はもっとやばいもんな。でも久々に暑いっすわ。はあ、ちょっと思わずガチ食いしちゃいましたね。完食です。はあ、いやでも腹ペコとはいえ2人前は多かったな。イボの糸の冷やし中華、麺がねさすがイボの糸っていうぐらいなんでツルツルのねもうストレートの麺なんだけど、ちゃんとね、歯応えもあってコシがあってっていう感じで、まあ、普通の中華麺とはねやっぱ全く違いましたね。イボの糸好きだっていう人はねめっちゃ好きなんじゃないでしょうか。これあとはついてるタレね、中華ダレとごまダレどっちもねしっかりこだわっててめちゃくちゃ美味しかったです。個人的にはねこのレモン果汁も入ってる酸っぱい中華ダレ、こっちがね個人的には特に好きでした。イボの糸の冷やし中華、皆さんも見つけたらぜひ試してみてください。なんかね噂によるとコストコにあるとか、まあ、アマゾンとかでも普通に買えるのかな。気になった人はぜひご賞味あれということで、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。